それでは今日はですね、基礎編の、重ね丸つまみ作ってみましょう。ですね、こちらを今3センチのね、布を2枚ご用意しています。で、連の重ね丸つまみは、どちらもですね、同じ大きさで作ります。で、1枚目、こちらですね、外側になる花びらをまず1回、三角にね、折ってください。で、ここの折り目のところしっかり押さえていただいたら、利き手と反対側の中指と人差し指の間で挟んで持っててあげてください。で、このままですね、中に、内側ですね、内側になる布、今日ね、ちょっとピンクで作ってみますけれども、これを手前側に倒して、一回ね、三角に折ってあげてください。で、しっかりですね、指でギュギュッと押さえましょう。じゃあ、この状態に今、なってます。2枚ね、重ねて、持ってる状態。で、外側のこの赤の布をピンセットで持ってきてあげましょう。で、この時に若干ずれてしまっていても大丈夫。ここから、こう、上の方からですね、スライドするように乗せてあげて、一旦このまま持ってみましょう。そしたらこのピンクが内側、赤が外側の生地になります。ここから2枚重ねて丸つまみをしていくんですが、合わせる場所が2箇所あります。で、連の丸つまみ、重ね丸つまみではですね、ここの左側、この辺とこの上の頂点ありますね。あら。よいしょ。ここの上の頂点。ここを必ずしっかりと合わせてください。ここはね、もうね、すごい時間かかっても全然大丈夫です。もう、これでもかっていうぐらいね、きっちりしっかり合わせてあげると、綺麗なね、重ね丸つまみが作れますので、これぐらいかな。こんな感じでね、合わせてあげましょう。ここと、ここの線とここの上の頂点ですね、合わせてあります。そうしましたら、普段通りですね、この頂点よりも少し上を持って、2枚一緒にね、今挟んでいます。こんな感じ、一緒に挟んでいるので、このままですね、手前側に倒してあげてください。で、ピンセットを引き抜きますね。で、右側にこの三角形の頂点が来るように一旦持ってあげたら、下側のここバラバラっとね、4枚、4枚あるんですけど、ここが揃ってない時があります。この時はですね、利き手と反対側の親指と人差し指でこうトントントンとね、優しくね、トントンってしてあげてください。で、今度上側ですね、ここの上のところ、ちょっとね、ずれてるの見えると思います。ここもですね、これはピンセット持ってる方でやった方がやりやすいかと思います。トントントンと押さえて合わせてあげましょう。で、これぐらいであればですね、はみ出ていても全く問題ありませんので、このままね、内側になるピンクの、今回ピンクですね、ピンクの生地の頂点あります。ここです。ここを基準に、少しだけ上を持ってあげて、で、このままですね、2枚一緒に丸つまみをしてあげてください。で、こうなってますので、ここの頭の左右からピンセットで迎えに行ってあげましょう。で、持ってあげましたらですね、ここの先っぽ、ここがずれていることがよくあります。でもね、大丈夫。この時もですね、利き手と反対側の人差し指と親指でこうやってトントントンってしてあげてください。そうするとね、綺麗に揃ってくれますね。そうしましたら、先端の、1、2、3、4箇所。ありますので、ここにボンドをつけましょう。で、新しいボンドをこれぐらいかな、爪楊枝で取っていただいて、
先端から2ミリのところにまず2箇所つけました。そしたらね、このボンドなくなっちゃうので、もう1回同じぐらいの量ね拾ってきてあげてください。で、残りの2箇所、先端から見えますか、先端から2ミリのところね塗ってあげて、軽くね鳴らしてあげましょう。よし。で、鳴らしましたら、この今ねボンドつけていただいた場所にピンチを挟みます。はい、これで一つ出来上がりですね。この重ね丸つまみ作り方は基本これになりますので、あとはですね、必要な枚数分、例えば5枚花でしたら5枚、6枚作りたいなと思ったら6枚作っていただいて、こういう風にですねお花にしていただくと、もうこれ2輪ついてますけれども、1輪ねあるだけでもすごく豪華になります。なので皆さんぜひねやってみてください。それではですね、今回も動画を見てくださってありがとうございます。つまみ細工をやってみたいとか、綺麗に作りたいなっていう方、またはですね、成人式や七五三の髪飾り、こちらね作ってあげたいなっていう方、もしいらっしゃいましたらですね、この後も作り方動画など、直し方もですね上げていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。